はい、どうもこんにちは、三森です。今回は、八村さんがカメラマンをしております。はい、よろしくお願いします。今日も京都でお願いいたします。はい、よろしくお願いします。現在朝の5時でございます。ございます。目覚ましテレビのお時間です。違う違うダメだよ、すいません。絶対勘違いする人いないけど一応ね。ということで、今回紹介するのがですね、以前紹介してるフォルスター2子二股クワガタ、これがフォルスター2子のオスですね。かっこいいですね。はい、こちらこれがかっこいいんですよ。すごく大好きで、入ってきた当初10万ぐらいで、わあ、まあ今でもなんだかんだ2万円ぐらいはすると思うんですけど、あ、高いですね。やっぱサイズもでかいし立派ですよね。顎の形もかっこよくて特徴的でね。こちらの卵を取り出していきます。参ります。はい、じゃあこちら、はい、フォルニシ、メスの45とさっきの 81.1mm なんですけど、を掛け合わせた時の個体ですね。2週間前ぐらいに組んだやつなんで、もう産んでるはずではある時期ではあるんで、1週間ごとに確認するのがベストなんですけど、まあ、ちょっと時間かかっちゃったんで、まあ卵があるんだったら、まあいい感じで膨らんでたりするんじゃないかなっていう時期になるので、ちょっと早速採卵していきましょう。じゃあまず水苔を一回端の方に寄せちゃいます。はい、お、かじってるね、すごく。これちなみにメスです。はい、かじってます。すごくかじってる。ちょっとごめんなさいね、メスちゃん。メスちゃん、性別にちゃん付けしてるんですね。ちなみにこれ土が埋まってる方は基本埋まないんです。綺麗じゃないですか。はいはい、これが基本的な皿の状態。はい、こっちこうかじってるの分かりますよね。ズタズタで、ちょっと埋め戻されてるの分かります。はい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 、こういうところに産んでる可能性があるんで、多分産んでるんじゃないかなと思います。この感じだと。これじゃあ1つ目、こっちが2つ目ですね。こっちはそんなにかじってないですね。まあでもちょっとかじってる様子もあるんで、これひとまずやっていきます。大体いくつぐらい卵って産むんですか。ゼロの時もあれば、あ、1回で30とか取れる時もありますし、ピンキリですね。ヘラクレスもどの種類においてもですね、大きい容器に入れたからといってたくさん取れるってわけでもなかったりするし、小さい容器だからといって少ないわけでもないっていう感じなんで、そこはすごく奥深いですね。松尾芭蕉とかもクワガタとか知ってたらもっといい、さらにすごい人になる。準備していきます。はい、はい、僕にとって必要なものこちら、まず、はい、ちょっと土を敷いた、まあ、小さいケース、卵をバーって置いていきます。一旦仮の置き場所みたいな感じで、で、次にこれですね、卵、幼虫とかをつまむためのシリコン製のピンセット。これだったら、まあ、基本的に傷つけずに取れるので、これ、まあ、昆虫ショップとかに基本売ってると思います。はい、そしてこれあと1個、まあ、こればっかりはね、僕も本当はもっといいやつあるはずだなと思ってるんですけど、そういうの知ってたら教えてほしいぐらいなんですけど、これ普通のピンセットです。この3つを使います。はい、じゃあちょっとやっていきますんで、まずピンセットで、はい、まずこういう風にかじってる場所を確認して、ありますね、ここら辺。はい、あります。ここ行ってみましょうか。はい、ここ木くずがいっぱい溜まってるじゃないですか。あります。はい、これをピンセットで地道に。うわ、本当に細かい作業ですね。そうなんですよ、ピンセットなんで、ちょっと深く行き過ぎちゃうとすぐ卵傷つけてダメになっちゃうんで。うわ、すごい細かい作業。木くずが指に刺さった時とか、お母さんとかやってくれた感じあるじゃないですか。あ、懐かしい。はいはいはい、それの同じ感じですね。あ、木に詰まった卵を取り出すためにピンセットで優しく。そのだから練習にもなるわけですね。そうですね、うまいと思います、もうすでに。あ、でもあんま掘ってないな。あ、あ、ありました。ありました。見えます。そんな、ここ。あ、見えました見えました。真ん中にも押さえてます。はい、ここです。あります。はいはいはい、これがフォルニシの卵です。めちゃくちゃちっちゃいんですよ。これを、まあ、出てきたらピンセットで、ピンセット、シリコン製の、はい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 、ピンセットで取り出すっていう感じ。取るのもまた大変そう。ちょっとこっちに置きますね。おお、こちらすごいですね。一発目から1個目です。発掘した。ただね、二股系って本当にもうメス次第、本当に全部結局なんですけどメス次第にはなるんですけど、すごく卵も幼虫も弱いなんで、もしかしたら、まあ、今のところだって孵化率、卵の個数に対しての幼虫が確認できた数、はい、100個取れて
その中の幼虫が80匹確認できましたっていうのは孵化率 80% みたいな感じじゃないですか。それの感じで言ったら本当に 50% いくかいかないかなんで、だから半分はあんまり油断はできないですけど、うん、とりあえず1個目採卵できたんで、まあ一安心かなと。とりあえず産んでくれることは分かったので、ここからちょっとどんどんやっていきましょう。いい数字じゃないですか、ね、そうなんですよ。別に類代して血が濃くなってきたらまた話は別なんですけど、はい、血が濃くなるとどうしても幼虫自体も弱くなったりとかそういうのはあるんですけど、そういうの関係なしに、あったね、そんなすぐ見えます。あーそれ、あやばい、危ない、おそんな線香花火のように、え木くずについてます。どこに、あありました、2つ目、はいはいはい、こちら2つ目です。ちっちゃ、見た感じいい感じで丸まってそうだから受精はしてそうですけどね。あそっか、これが無精卵の可能性もあって。ちなみにこれ奈良材ですね、奈良の木です。今までの、ね、先駆者たちが試行錯誤して奈良材が一番いいっていう風にもう言ってくれてるので、もうさらに言うと VN 材っていうベトナムの木が一番いいっていう風にもありますけど、はい、ベトナム材とかはまたおいおい紹介しますね。あ一応持ってるんですか。持ってますよ。ウエストウッキョウシカクワガタっていうクワガタがいるんですけど、はい、シカクはそれ用に一応僕はずっと取ってます。あそのクワガタでも使える木なんですね。はい、はい、でも本当に超難関種なんでそのために一応取ってます僕は。この作業がしんどい場合は、はい、これ例えば1週間2週間ぐらいですか、2週間3週間ぐらいで木を変えて、はいはいはい、別の木新しい木を入れてその木にまた産ませてこれは放置するみたいな、幼虫になるのを待つっていう方法もあります。あそれもいいですね。確かにその水分多くて腐っちゃったりとかそういう可能性がなくはないんで、やっぱ卵で取り出した方が僕はいいんじゃないかなと思ってますね。 あここいるね。います、いると思います。あるあるある、これは絶対ある。もう長年の経験で僕分かるんですけど、もうこれあると、はい、ピンセット越しにある感覚があるじゃないですか、木を触る、はいはいはい、それがもう完全に卵を埋めた時のあの木くずの柔らかさ、すごいな、そんな能力まで身につかない、はい、はい、いなかったです。いないんかい。マスクしてるやつの責任にしないの。そうなんだよ、ちょっとやっぱショックだったな。あんな気がするからさ、こればっかりはでもいそうな感じではあったんですけどね。ほんとなさそうだってなって油断して、うん、ボリボリほじっちゃうと本当に急に出てきたりするんで、もう基本はもうあるつもりでいた方がいいと思います。これあの産卵セット組む時に2つ木入れたじゃないですか、はい、これ手間省くなら1つだけの方がいいって思っちゃうんですけど、いやそれが本当にクワガタって木に好みがあるんですよ、はい、はいはいはい、はい、結局1本置いてる場合だと1週間1本置いてたら、はい、その木が万が一好みじゃなくて産まなかったらその1週間とても無駄な時間になるんですよ。なんで2本あった方がいいし、あとはやっぱメスによって本当産む量って全然違うんで、はいはいはい、1本で置いてて1週間放置しててそのもうあんまり産卵するスペースがなくなっちゃって、うん、さらにその木の産卵できるところを探し始めて卵を潰しちゃうとか全然あることなんで、なんでまあできるだけ多い方がいいに越したことはないです。でも極論4本とかそれぐらいあってもあっても全然いいです。シンプルに産卵する確率が単純に考えると上がるっていうことになるので、はい、結構シビアですね、はい、今回2個です多分。まあ、引き続き産卵セット組むので本当に急にスイッチ入ったりするんで、こういう子たちは卵を取り出したらもう一度入れて餌をあげると。はい、ということで今回まあちょっと少ないですけど2個でした。こちらですね、この2個ですね、これがまあ無事孵化してくれればそれでいいということで、このマットはもう無添加マット N マットです。毎度おなじみですけども、ここに2頭とも入れちゃいます。はい、2頭というか2個、あ、その穴開けたところに卵を入れるんですね。はい、こんな感じで管理します。ホルニシ F3 オス 81.1 F3 メス 45mm 3月20日2個関して、あとは20度の場所に孵化してもらうという形でということで、はい、今回はホルスタニシの採卵動画になりました。まあちょっと、まあ、数は少ないですけど、これからまたもう一度オスと交尾させてとかそういう風にやっていって、まあできるだけ撮って動画に流していけたらなと思ってますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上です。またね。